曇り空曇りとは、空が雲で覆われていること。曇天とも呼ばれる。また、しばしば送り仮名が省かれる。黒い雲が、空全体を覆ってしまい、太陽がほとんど見えない、また日が差さない状態。曇天。また、天気以外では、透明なものなどが結露などによって、ぼんやりしていること、気持ちなどが沈んでいることなどを指す。曇りの日本式天気記号日本では、 空全体に対して、雲が占める割合が9割以上で、かつ、降水現象がない状態として定義されている。厳密には、上層雲の占める割合が中層雲、下層雲より、多い場合を、薄曇り、中層雲、下層雲の占める割合が上層雲より、多い場合を、曇りと呼んで区別する。また、下層雲の占める割合が上層雲、中層雲より、多い場合は本、本曇り、 中層雲の占める割合が他の雲量より多い場合は高曇りと呼ぶこともある。なお、天気予報では観測上の定義とは異なり、薄曇りは晴れとして扱われる。国際的には雲量が8分率で表現されるため、雲量が8分の7以上の時クラウディとする。似た用語としてオーバーキャストがあり、これも一般的な曇りの意味で用いられるが、 航空気象分野では、定時飛行場実況気象通報式において、運量8分の8の状態がオーバーキャストと定義されている。クラウディーのアグロッサリ。ありがとうございます。